こんにちは NJF です。木をてらわないマインクラフトをやっていきます。今回は激流のトライデントを解説します。将来と忠誠がついたトライデントはこのシリーズですでに解説しました。将来がついていると雷雨の時に雷が落とせます。忠誠がついているとこのようにトライデントが戻ってきます。次に激流のトライデントを投げようとすると、今右クリックしているのですが何も起こりません。このように激流がついていると遠距離攻撃ができなくなります。また激流のトライデントを発動させるには水が必要です。水に触れている状態で右クリックし続けるとトライデントを構えます。この状態で右クリックを離すと突進します。俯瞰視点から見てみましょう。思ったより飛んでますね。このように激流のエンチャントの効果は水がある場所で突進攻撃できるようになることです。この突進は攻撃なので当てればダメージを与えられます。しかし武器としてはかなり微妙です。では実際に海底神殿でガーディアンと戦ってみましょう。外れました。また外れました。ようやく当たりました。当たれば水星特攻のエンチャントのおかげですぐ倒せます。射程が思ったより短く、発動するたびに自分の位置が大きく変わるので当てにくいです。練習すれば使えないこともないです。比較のために忠誠のトライデントを使ってみましょう。明らかに忠誠のトライデントの方が楽です。次にドラウンドと戦ってみましょう。攻撃と同時に反撃を受けます。ドラウンドはアンデッドなので水星特攻は効果がありません。そのため3回も攻撃しないと倒せません。しかもいちいち反撃を受けます。全然倒せてないですね。手間取っている間に囲まれそうになったのでさっさと逃げます。というわけで激流のトライデントは武器としては今一つです。では何に使うかというと移動用です。突撃の移動速度が速いため、たとえ発動の後に少しクールダウンがあっても泳ぐよりも早く移動できます。実際にこの桟橋から向こうに見える灯台まで移動してみて速度を比べてみましょう。行きは泳いで移動します。かかった時間は13秒でした。次に激流のトライデントで帰ります。他に水中を速く移動する方法にイルカの行為がありますが、速すぎて制御が難しく実用性はあまり高くありません。かかった時間は10秒でした。3割程度速く移動できます。これが激流の最も実用的な用途だと思います。海中での建築などで役立ちます。ここからは実用性はともかく激流のトライデントで可能になるいろいろな移動方法を解説します。まずエンダーパール移動です。エンダーパールを右クリックで投げると投げた場所にワープできます。どれくらい移動したか知りたいので移動場所に焚き火で目印を設置します。俵の上に設置すると煙が高く上がるため目印にちょうどいいでしょう。向こうの煙がスタート地点です。エンダーパールには投げた時のスピードによって飛ぶ距離が変わる性質があります。というわけで次は走りながら投げてみましょう。ちなみに走りながら投げて距離を出すのは意外と難しいです。さっきより少し遠くまで飛びましたね。ここにも目印をつけておきましょう。最後に激流のトライデントの突進中にエンダーパールを投げます。
まず、オフハンドにエンダーパールを持ち、利き手には激流のトライデントを持ちます。そして水の中に立ち、右クリックを長押ししてから離し、突進します。最高速に到達したあたりで、短く右クリックします。突進はクールダウン中なので、オフハンドのエンダーパールが投げられます。とんでもない距離を移動できましたね。ここにも目印をつけておきましょう。エンダーパールは投げる時の速度が速いほど遠く飛ぶようです。それにしても飛びましたね。普通に投げるより3倍は飛んだのではないでしょうか。この方法の使い道は、エンダーパールでゴールを目指すゴルフゲームでゲーム性を上げるのに利用できます。水場を用意して一発逆転が狙えるようにするとかですね。実用性のある使い方は思いつきません。面白いですけどね。次にエリトラと組み合わせる方法です。エリトラを着用した状態で水の中で激流のトライデントを発動させ、すぐにスペースバーを叩いてエリトラを開きます。すると飛べます。滑空しかできないのですぐに落下しますが、着水したらまた発動させればまた飛べます。火薬が節約できて実用性がありそうに思えますが、火薬はトラップで簡単に製造でき、激流は水のあるところしか使えないため使う機会はあまりありません。序盤の火薬不足の時にたまたまトライデントを持っていたら一瞬使うかもしれない程度ですね。トライデントが序盤に手に入ることはめったにありませんけどね。しかし面白いので遊びで飛んでみるのはいいと思います。最後にご紹介するのが、おそらく激流のトライデントの最も有名な使い方です。それは雨の日にエリトラで飛ぶことです。なぜこれが有名かというと、単純な速度ならマイクラ最速とされていたからです。実際には今では他にもっと速い移動方法があるようですが、それでもかなり速いです。速すぎてチャンクの読み込みが追いつかなくなります。周りが見えなくなるため、この方法で移動するとまず間違いなく迷子になります。あらかじめ地図を持つか、出発地点の座標を覚えておきましょう。もうここがどこだか分かりません。そんなに速い移動手段なのに使われていないのは、雨が降らないと使えないためと、水のないネザーでは使えないので、ネザー経由の氷ボートやエリトラより遅くなるからです。もちろん今のように雨の降らないサバンナでも使えません。仕方がないので一度どこかに降りましょう。あの砦にでも降りましょうか。というわけで、この方法もあまり実用性はありません。しかし面白いので一度ぐらいはやってみてほしいですね。多分来たことはあるけれども、面倒だったのでチェストは見なかった砦ですね。まだ鍛冶型がなかったバージョンの頃です。鍛冶型があるか見てみましょう。ありませんでした。それはそれとして、今回ご紹介したのが私が知る限りの激流のトライデントの使い道です。絶対に必要というほどではありませんが、それなりに遊べるアイテムです。次回は拠点の整備を行います。ではご視聴ありがとうございました。